欧州大学院大学はヨーロッパ研究の独立大学院機関であり、欧州連合随一のエリート官僚養成学校。欧州連合の父とされるヘンドリック・ブルグマンとカレル・フェルレーにより、1949年にベルギーのブルッヘに設立し、その後1992年にポーランドのナトリンにもキャンパスが設置された。欧州大学院大学はヨーロッパに関する研究、 教育機関として世界で最も歴史を持つものとなっている。教育内容は欧州法、国際経済学、国際関係論など。作業言語は英語とフランス語である。毎年およそ50カ国から400人の学生がヨーロッパ研究の修士課程やヨーロッパ関連の学際研究の修士課程を修了している。 欧州大学院大学の起源は1948年のハーグ会議にまで遡る。同年、スペインの政治家、思想家、作家で亡命中のサルバドールでマダリアーガが,が直前まで第二次世界大戦でお互いに戦っていたようなものも含む様々な国の大学出身者が研究、生活できるような場所として本学の設置を提唱した。その後、 牧師カレルフェルレーを中心としたブルフヘ市民の団体が本学を誘致することに成功する。また、当時欧州統合運動の学会での中心人物の一人であったヘンドリック・ブルグマンが初代総長に就任、本学の発展を築き、またイスプリチュ・コリッチを根付かせていった。共産主義政権が倒れ、東ヨーロッパで体制の変革が起こった後、ポーランド政府の招致により、 1992年にワルシャワ市の南端に位置するナトリンを中心とする地帯に新たなキャンパスが開かれた。1998年には本学の出身者によってマダリアが欧州基金が設立されている。デーバー級ポトツキテーブルッヘのキャンパスは市内でも歴史のある地域に位置しており、次のようなキャンパス棟が点在している。デーバーブルッヘキャンパスの本部棟で、 受付や事務室、教室、図書館がある。リデルストラート1990年代まで大学寮が所在していた。その後改造し1990年代後半には管理棟として使われ、現在では土地に30年間の賃貸契約を結んでいる。建物は記念建造物に指定され、大学の整備室が入っている。ガレンマルクとガレンマルクと15番のホテルポルティナリは、 ブルフヘが反映していた歴史の象徴で、その古典様式の外観ではなく、トマソ・ポルティナリが15世紀ブルフヘのロッチアでメディチ、支配人であった時代の跡を残している。この一帯には、教員用の11棟の集合住宅と40の学生用の住居、18世紀の壁画が、住居市内中心部には8つの設備が整っている、住宅が用意されている。ベルベルスデーク。 編集ベルベルスデーク胸に、行動、講義室、教員や研究員などの職員用のオフィスが2007年に新設された。ワルシャワのキャンパスは、市内中心部から地下鉄で約30分かかる、市南端のナトリン自然保護区の一点に、平方キロメートルに設置されている。ナトリン欧州センター基金が、大学施設群を管理し、旧、ポトツキ艇を復元して、 大学施設として使っている。他にも複数の無念が新設されており、中には学生寮や行動も建てられている。学術課程は9月から翌年の6月までの1学年で組まれており、英語やフランス語で行われる。プログラムには講義や研究セミナー、ワークショップ、外部研究者との会合などが含まれている。また他のヨーロッパ言語の授業も行われる。 修士認定を受けるために、学生は、各学期末の高等、あるいは筆記試験を受け、英語、またはフランス語で、修士論文を書かなければならない。論文は、個人研究をまとめたもので、主に教員の指導の下で、第二学期に作成することになる。家庭は、ヨーロッパの初期間への研究旅行が組まれたり、ナトリンの学生向けには、近隣諸国への旅行も実施されるなど、 充実したものとなっている。ブルッヘでは、法学、経済学、政治、行政学、国際関係学の4つのヨーロッパ研究の学部が対象とする学術課程が組まれており、学生はこの4つのいずれかに登録することになる。また、法学部と経済学部の学生には、ヨーロッパ法、経済学解析専攻課程に参加する機会が与えられている。また、全学生は、 ヨーロッパ一般研究課程に参加することになっている。ヨーロッパ経済学課程は欧州連合の経済に特化することが狙いとなっている。学生に求められる研究、解析量は世界の先端を行く大学のそれに匹敵するものである。また学部ではヨーロッパの経済統合の過程や政策、規制といった広範囲の分野も包括している。 ヨーロッパ法学課程では学生にヨーロッパ法についての徹底的な教育が施される。その教育様式はアメリカのロースクールと似たようなものとなっている。法学課程では経済と EU 法の根源的な側面との均衡が図られている。また、法学課程では複雑性を増す EU 法とその EU 法の発展の経緯を重視している。ヨーロッパ政治。 行政学課程では EU の機能や活動、また世界、国内、地方の次元での EU の総合的な影響について学生に幅広く理解をもたらしている。学生は EU 政治、政策、ヨーロッパ国際法、欧州統合における政治経済学の3つの分野を対象とする科目を履修しなければならない。さらに第四の必修科目である欧州連合理事会における 競技過程については2回の模擬的な競技を行う形で実施されている EU 国際関係外交過程は2006年に設置され国際交渉や外交についての技術のほか世界情勢における一つの存在としての EU についてその特徴的な知識を与えているこの過程では国際関係と外交の幅広い流れとともに EU 内部での意思決定過程の学際的な この過程には政治学、ヨーロッパ学、法学、経済学、歴史についての学歴を有しているか、あるいは国際機関や国内の外交関連の組織に所属していたという学生が集まっている。ナトリンのキャンパスではヨーロッパ融合領域研究課程が組まれている。この家程では学生は第一学期を通してヨーロッパ政治、政策、経済、 EU 法の基礎を教え込まれ、また政策決定を実践的に教えられることで、EU の通常業務について学んでいくことになる。毎年の学生受け入れは極めて厳選されるもので、選抜試験は毎年春に出身国の外務省と協力して実施される。ブルッヘで開かれる各家庭の選抜では、経済学、法学、政治学、 国際関係学の大学卒業水準の知識のほか、作業言語である英語とフランス語の十分な能力が求められる。ワルシャワの家庭では、法学、経済学、政治学、社会学といった幅広い専門分野での学歴を持つ学生を受け入れている。また、哲学、歴史学、地理学、言語学、ジャーナリズムなど高い学術水準を有する学生や、 ヨーロッパ関連に強い関心を持っている学生も入学している。ヘレトーニングイコールシュミット・アレクサンデル・ストゥブ・本学を修了した学生の多くが各国の閣僚や議員、外交官となっている。欧州大学院大学では年度ごとに奨励金制度が設定され、いずれも著名なヨーロッパ人の名前が付けられている。欧州大学院大学は EU とベルギー、 ポーランドの両政府が主に出資しており、また額はこの3社より小さいが他の EU 加盟国政府も出資している。またこの他にも欧州大学院大学は民間からの資金を受けている。運営理事会は欧州委員会、ブルッヘとナトリンの両キャンパスが置かれている国、ヨーロッパ各国政府の代表で構成される。運営理事会は 欧州大学院大学の最高意思決定機関であり、大学の活動に対して責任を持つ。執行委員会は、大学の適切な財務と運営業務を確保し、これらについて運営理事会に報告する義務を負う。学術評議会は、全学規模での高い教育水準を確保することが目的として設置されている。総長は、大学の全活動に対して指示し、調整する。 2020年6月より、イエルクモナーが総長に在任しており、2020年9月1日から、前、欧州委員会副委員長兼欧州連合外務、安全保障政策上級代表のフェデリカ・モゲリーにが就任する。学術省委員会が両キャンパスに設置されており、学術評議会に対して報告する義務を負う。欧州大学院大学は、学術研究に重点を置いており、 また世界競争法センターに加えて、ヨーロッパの文明化、経済、政治、外交政策などを扱う教員を設置している。また毎年多くの出版物を刊行しており、欧州統合の過程を重点に置く4つの学術、成果報告書や学術雑誌コレギウムを発行している。欧州大学院大学の設立以来、重要度の高い国際会議が学内で行われてきた。このような会議は、 本学における学術的な領域と双方的な論題について幅広い議論を行うフォーラムとして実施されており、毎年人道法についての会議が国際赤十字委員会と協力して開催されている。また時には複数のヨーロッパ諸国の政府首脳が講演することもある。1980年代初頭以降、欧州大学院大学は関連するコンサルタント活動も展開しており、 特に EC 法の分析に力点を置いている。受け負った契約についての大学の初期の経験、特に EC 法制の整備や域内市場の発足に関する蓄積に基づいて入札手続きに参加し、これらの業務契約の下で作業にあたる研究者チームのマネジメントを担当する開発室が創設された。過去10年以上の期間において、 欧州大学院大学では一連の EU のプログラムの出資を受けて学術機関や企業、法律事務所とコンソーシアムを形成したり、あるいは大学単独で様々な協力プロジェクトを立ち上げてきた。例えば EN-TEMPS プ,プログラムにおいてはヨーロッパ研究に関するカリキュラム構築プロジェクトが立ち上げられた。また EU の EN-FAR プログラムに関して 独立国家共同体に対する技術支援や復興、開発、安定化共同体支援では、欧州大学院大学に資金を提供して、EU に加盟を申請している諸国、ロシア、CIS 諸国における EU 関連の事項について、専門的な教育やコンサルティングを受け負っている。さらに開発室では、メド、キャンパスプログラムの枠組みや、欧州援助協力局が、 ラテンアメリカやアジアで資金を拠出している同様のプロジェクトにも参加している。開発室は積極的に世界中で学術教育プロジェクトやヨーロッパ研究プログラムに関わっている。継続的な教育を求める声が増加していることを受けて欧州大学院大学ではヨーロッパ統合についての専門教育コースやセミナーを学者や経済交流機関、民間企業、 行政機関と共同で開講している。ヨーロッパの国際機関や国内行政機関は職員をこのような教育プログラムに送ることで有効に活用している。ありがとうございます。